皆さんこんにちは。今日2つ目のテーマですけども、これはですね、おそらく皆さんは全くその存在を知らないと思うんですけれども、日本の憲法9条ですね、国連総会の決議にしようという動きがあります。でこれは日本に住んでるですねドイツ人の、学者が発案して、日本の人がそれに賛同してですね、有志の人たちがそういう動きを始めたと。でこのことを私は東京新聞で今から半年ぐらい前に知ってですね、早速その人たちと会ってですね、そしてなるほどそれは素晴らしいことだと、やはり今国際社会がですねこれほど、対立的になった時こそですね、世界の全ての国が集まる国連総会でですね、日本の憲法9条の存在を知らしめて、そして今こそ世界はですね、この日本の憲法9条の精神に基づいて外交防衛政策を打ち出すべきだと、そういう決議をですね国連総会に採択したら、これは素晴らしいことだと、そう思ってですね、私はその人たちに陰ながら応援したいと、私が前面に出るとですね、どうせまた天木がやりだしたんだと、新党憲法9条の、ためにそんなことやりだしたんだというバカなことを言うのが出てきますから、私はもう一切陰に隠れてですね応援すると、アイデアを出すと、好きなようにやってくださいと言って応援してきたんですけども、ついにその団体がですね7月5日に、ローマ法王省バチカン大使館のところに行って、この思いをですね、ローマ法王に伝えてもらいたいということになりました。でその打ち合わせを今日7月1日私これから宇都宮まで行ってその人たちをするんですけども、実は私はこのバチカン大使を使ってですね、この国連総会決議を出すことが一番いいと思って、彼らに助言してきたわけです。でそれが、随分時間かかったんですけど、ついに大使が会うということで、私も陪席しようと思ってるんですけども、なぜ私がローマ法王庁だと言ったかというとですね、つまり国連総会の決議っていうのは国連総会に加盟している国が出さないと始まらないわけですね。で1カ国でも2カ国でもですね出せば当然賛同する国が増えるわけですし、そして国連決議に諮るというところまで行けばですね、私は今の世界の多くの国、つまり常任理事国はみんな軍事派遣国ですから、核保有国ですから、そういうことは賛成しないでしょうけれども、しかし多くのですね中小国はみんな平和を望んでるわけです。ですから、この間の核兵器廃絶総会決議のようにですね、多くの国は核廃絶を望んでると、したがって日本だとかアメリカが反対してもですねそれが成立するわけです。ですから憲法9条のようなですね、武力で紛争を解決しないと、もう国として、軍隊は持たないんだと、そういう決議をですね、世界が取れば世界もっと平和になると、そう思う国がいっぱい出てくると思うんですね。ですからこれが上程されればですね、多数決で可決する可能性が出てくる。とにかく誰かが上程しないといけない。で日本は上程するはずがありません。日本の安倍首相は憲法9条を変えようとしてますから。ですから日本以外の国でですね、そういう日本の憲法9条に感銘して上程している国を見つけ出すということなんですけども、しかしその中でどの国が一番強力かと、私はやはりローマ法王省バチカンだと思うんですね。でバチカンの今の法王はですね、非常に平和についての強い思いがある人だと私は思ってます。で この間も報道されてましたけども、日本の戦後の写真でですね、赤ん坊を背負った少年の写真があるんです。これはアメリカのカメラマンが撮った、写真ですけども、
戦争で亡くなった自分の弟か妹か子供を背中にしょってですね、そして火葬するんだけれども、火葬場が満杯でですね、順番待ちをしていると、でそういう写真なんですね。まあ、非常に、ショッキングな写真ですけれども、非常に感動的な写真で、その写真をですね、ローマ法王は見てですね、世界にばらまいたって言うんですよ。この写真を見ろと、これが戦争の実態だと、二度とこういうことはしていけないと、まさに、日本の被爆を誰よりも深刻に受け止めてですね、日本以上に、世界に平和を広めようとしている方だからこそですね、私は憲法9条を世界のどの国よりも評価してくれると、まあ、こう思ってですね、私はその人たちにまず在京の大使館に行って探せと、真っ先にローマ法庁に行って思いを伝えろと、まあ、いうことを言ってきたわけです。ついにその思いが実現してですね、7月5日にその団体がローマ法庁と会うことになりました。まあ、ここからが全ての始まりでですね、私はそう簡単にはこの憲法9条国連総会決議にという動きは簡単にはいかないと思いますけれども、しかし私はやる価値はあると、ひょっとしたら非常に大きな動きになるかもしれない、まあ、そう思って今日最終打ち合わせに行ってきます。このことは東京新聞、そして週刊金曜日などにもすでに小さく触れられていますけれども、これからもっともっと大きなメディアのテーマになることを私は期待しています。